番は、iPad の充電がね全然なくて、で充電器をね実家に忘れてきたんですよ そう、実家に忘れてきて充電ができないので、タブレットの命はもう短いので少しだけします。もう広島なんだって。そうですよ、レッスンもしてきましたし、まあね、せっかく帰省できた時はね長くいたいんですけど、なかなかね最近はそうもできずって感じです。実家で跳ね伸ばした、いやーでも雨だったから、そう本当は友達と出かけようねーってしてたんですけど、雨がすごくて、その予定も崩れちゃったんで、すけさん、としやさん、あさかさん、まさぴょんさん、たこ、ありがとうございます、たくさん。今日は晴れてるんですけど、そう最近雨が多くてって感じでしたね。母さん、ナイリンさん、かわいい人、ありがとうございます。昨日が、その雨がすごくてね、予定が崩れちゃいました。充電がね、どれくらい持つかですね。つのさん、バラ、ゆちゃん、ハト、ありがとうございます。今日もめっちゃ眠くてね、気づいたら夕方寝てました。ガエルサンタさん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。いきなり切れる可能性はない。そのいきなり切れる前に終わるので、それはないようにしたいが、充電がね、
今日木曜か。おいでませ元気さんバラありがとうございます。ね、もうお盆休みはもう終わってるであろう。みんなも。いやでも雨やったけん昨日とかは全然涼しかったけどって感じ。もうとりあえずね雨が多かった、それで冷ませて周りになったけど。今日もまあ暑さマシかなーと思った。ずっと外おったわけじゃないけん分からんけど。今日の天気がね、昨日やったらよかったけど、天気が全部最近の天気全部1日ずつずれてくれたら、冷ませてもあったし冷ませてもあったし、さも友達と遊べたんだけど。飲み水さん、まさひろさん、ありがとうございます。まあ自然現象は仕方ないですね。ちょっとふわふわしとけよ。で次の日は STU の次の日は普通にサマステアットって、あの STU が出るあの日だけね、ちょうどダメでしたね。夏の思い出はまだまだこれから。いやそう思ってる間にね、もう言うて8月中旬なんでね、もう夏も終わりかけですよ。早いことに。それは結構気が早い。
けどさは早く冬になってほしいですけどね。そんなこと言ったら誕生日か、やめてよそれは。やだやだ、21歳にはちょっともう、うん、ちょっとにに21歳やばいやばい、ええって感じ、うん、それはもうまだまだです。2月はさすがにまだまだです。あと半年あるから、まだ半年しか、まだ20歳半年しか経ってないから。秋はね、秋冬はいいですよ。秋冬は好きなんで。ん？今日18日？と。あ、じゃあ明日で19日だから、誕生日からちょうど半年だから、明日でちょうど半年だ。カズマさん、だるまー、ゆうちゃん、ありがとうございます。だから四捨五入して21歳って、おい勝手にするな人の年齢を。ついこの間生誕祭、それはないなサラの感覚的にはそれはないな。2月はもう割と経った、もう結構前って感覚、サラ的にそれはない。なんかもうどこからがあっという間か、あ、でもあの5月5周年の1回目やる予定だった時とかからはまああれやけど、それで考えたらあっという間やけど、そうじゃなかったら、うん、それ以外で言ったら別にそんな2月はもう結構もう経った、サラ的にはね、まあ、人によって時間の多分進む感覚も違うからあれなんですけど、で充電のパーセンテージが怖い。さっきね 10% になってちょっと止まったんよ。だけどもう 7% ぐらいかもしれん。カズマさん、なんかいろいろギフト、栃木のスーさんありがとうございます。それはやばい意外とコパー切ってから粘るぞ。いや iPad はもうそんな持たんiPad はね、ブチンって切れるんですよ。そんな持たない。10%から減りが早くなる気がするって
早くなるっていう人と持つよっていう人の差がある。サラはでももう普通にすぐ切れそうだから、もうちょっとしたらランキング読もうかな。充電切れるまで配信したらね、何もランキングも何も読めないし終わるときはちゃんと終わるんです。中途半端に終わらずちゃんと終わる。再販申し込んだらありがとうございます。そう、サイン会のねあれも、サイン会の生写真、サイン会の生写真、サイン会も申し込み中、受付中なんでね、みんなサイン会の存在ちょっと忘れがちですけど、サイン会のもあってますのでね。ね、お話し会ももうあと2回で終わるし、早いもので。タブレット買うといいです。いやいやいや、そんな参考にされるほどではないけど、タブレットってかね、ショールームが重たいんよ。ショールームをすると充電がめっちゃ切れるのが早いんですよね。初めてカープ乗り行ってきた。うーん、そう、行ったことない。そう、めっちゃねすぐ切れるんよ。充電の減りが早い。ショールーム多分重たいんやろうね。せいやさん、スマイルさん、ありがとうございます。普通にね消費が早い。充電器でも挿しとけば気持ち持つよ。さ、充電器挿せばね、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ、充電器挿せば続くよ。ただ充電器が今ないっちゅう話をしたの。ショールーム、でもショールームさ、見るのも減るの早くない？見とっても YouTube とか、まあ動画系はね早い気がする。カズマさん、タコありがとうございます。でちょっと怖いんでね、もう読んどこうと思います。48位、タツオ。178324位、中野さん。13位、新潟のひろきさん。12位、柴犬さん。11位、ゆかちゃん。10位、ピルスさん。9位、おいでます元気さん。8位、ひーちゃん。7位、あさかさん。6位、ライリンさん。5位、かずまさん。4位、まさひろさん。3位、としやさん。2位、あかへるサンタさん。1位、まさぴょんさん。ありがとうございました。ということでね、まあさの予想ではあと 4% ぐらいでしょう。多分 5% ぐらいかな。インスタもね載せたので、ぜひ見てください。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。